皆さんこんにちは、エビ澤です。エビチャンネル、今回はファゴットにおけるリード制作の取説について。はい、ということで今回はファゴット界の話題の本の紹介です。ファゴットにおけるリード制作の取説、小さいけど広いリードの世界ということで、リードに関する細かいデータを揃えた専門書となっております。これを書いたのは、久住正人さん、大阪フィルハモニー交響楽団のファゴット奏者の方で、以前にもエビチャンネルにご登場いただいたことがあります。で、この後ですね、明日久住さんと収録をしまして、久住さんにこの本についての質問だったりいろいろしてみようと思いますので、よかったらコメント欄に、まあ、ちょっとしか時間ないですけど、今日6月25日の日曜で、まあ、こう夜から朝方にかけて明日の午前中に収録するので、明日の10時ぐらいまでにコメントいただければ、そのコメントを拾って、久住さんに直に質問したいと思いますので、よかったらコメント欄に質問や、例えばこの本買うとこういうこと載ってますかみたいな話なんかもで書いていただけると質問しますので、よかったらコメント欄に質問とお寄せください。ということで、エビチャンネル、このようにファゴットを中心にクラシック音楽さまざまなことについて話していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。さあ、ここの帯にですね、元大阪フィル首席ファゴット奏者で、元大阪音楽大学ファゴット教授、そして現在クラシック作用大学の特任教授でいらっしゃる日奈先生のコメントが書いてありますけれども、ファゴットのリード作りの専門書が発行されたということで、今までファゴットのリードってたくさんの人が作って、たくさんの人が販売して、でこれだけリードが販売されている国ってのは多分他にないんじゃないかなと思うんですよね。日本のリードのレベルっていうのは、リード制作のレベルっていうのは非常に高いと僕は思っています。日本のようにこうアマチュアの人でもしっかり吹けるようなリードっていうものも、たくさんの種類が置いてあるっていうのはなかなかないと思うんですね。で、その中でじゃあリードをどうやって作ったらいいのか、アマチュアの方々でリード作る方もいらっしゃいますし、また音大生になれば大体みんなリードを作り始めます。で、このリードを作る時に、じゃあちゃんとしたリード制作の教育が行われているかというと、意外とその教育ってなかったりするんですよ。結局リードって自分で作って、その経験から自分に合ったリードを作っていく。で、その自分に合ったリードを作れるとさらに成長するし、自分の演奏に磨きがかかることになりますので、このリードを作るという行為がだんだんと自分の成長にもつながっていく楽器なので、リード制作とは非常に大事なんです。ですけど、経験によるものが多いので、じゃあ先生に教えてもらうってなっても、それぞれの感覚で教えるわけですよね。で、しかもそれはその人に合ったリードなので、じゃあ先生がいいと思ってるリードが自分にとっていいかどうかっていうのはまた別問題です。例えば僕も、指示した先生って書いているのは、まあ、3人、オメイサム先生、ミハエル・ベルバ先生、そしてセルジュ・アツレニ先生、この3人のリードをそれぞれもちろん吹いたことありますけど、彼らが本番で吹くようなリードっていうのは僕は吹けません。で、逆にじゃあ僕が吹くリードを3人が本番で使えるかというと、使えないわけですよね。ということで、このリードっていうのは本人に適したものが一番いいわけで、そのためにはリードを作らなければいけない、または買ったとしても自分で調整しなければいけない。例えばリードの巨匠で販売されたリードを買って、そして調整して使っていたっていう有名な人はミラン・トルコビッチという人がいます。で、トルコビッチは自分でリードを作らず、リードを買ってそれを自分で削ったりだとか、ワイヤー調節することによって常にトルコビッチの音色っていうものを作ってきました。で、それにもやっぱりリード制作のこの心得というか、リードをどうやったら思い通りに演奏するリードに近づけられるのかっていうのを経験で培ってきたわけです。で、それをですね、この本は数値によって出していたりもします。今までなんとなくここが厚めでここが薄めでっていうような感じで書かれていたものを、だいたいこういうバージョンだったらこのような数値だといいですよとか、例えばこういうところにも書いてありますけれども、固めの材料、明るめの音色を求める場合の削り方について、だいたいここら辺が 0.3 から 0.4 ですよ、 0.6、 0.8
からみたいな、だけどこっちは香水ですよとかっていうのが、こう数値によって表されていることがすごく画期的だなと思います。で、様々な面でその数値が書かれているので、実際にこのリードを目で見るだけじゃなくて、まあ、僕は目視だけでやっちゃうんですけれども、実際に機械で測る人の場合っていうのはすごく参考になると思います。で、また僕のように目分量で全部やっている場合でも、削り方、こういう時にこういう風に削ればいいですよ、この音がこういう風になっちゃってる場合こういう風に確かめてこういう風にアプローチしてくださいよっていう、すごく細かいことが書いてあります。ですので、今までみたいになんとなくここら辺を削ったらこうなるよ、ここら辺削ったらこうなるよっていうのではなくて、それだけじゃなくて、こういう時にこういう風に削ったらこうなりますよっていう段階を書いてあったりもするんですね。こう削ったらこうなります。この時にこういうことに注意してください。そっから今度またこういう風な状態になる場合があるので、その場合はこうしてくださいというような段階ごとに削る場所であったり調整の仕方が書いてありますので、そこら辺もすごく細かいです。よくもまあこんなに細かく書いたなっていうような、本当に専門書っていう感じですね。で、例えばそのリードがどういう風な状態なのかって確かめる例文ではなくて、例曲っていうのかなまあみんなが知っている曲で、だいたいこういうパッセージでこういう風に吹いた時にこういう風になる場合はここがどうだよっていうようなことも書いてありますので、その場合の調整方法とかも書いてあるので、すごく細かいです。だから本当に音大生でこれからリードを作っていく、または今でもリードを作ってる人でも非常にためになる専門書になっていると思います。で、また市販のリードをどうやって調整したらいいのかっていうのも後半に書いてあります。で、これによってもそれまでにこうリードを作る過程で調整法として書いていたものは、作品としてこういう場合はこうしてください、このページに書いてありますよっていうのがちゃんと書いてあるので、本当に分かりやすく読めると思います。で、最後には Q&A 方式でアマチュアのよくある質問とかですね、そういうものに対して久住さんの意見が載っておりますので、すごく読み物としても最後の方は面白いなと思いました。で、先日僕が解説した鼻抜けっていうものがありますけど、この鼻抜けに関しても、ちょっと書いてあります。で、それに関してはですね、すでに久住さんが解説しますということなので、それは明日の撮影で実際に聞いてみたいと思います。で、その他、まあ僕とはやり方が違うなっていうものももちろんあります。これは人それぞれ、この本にも書いてありますけど、自分の取説を最終的に作ってくださいというふうに書いてあって、あくまでこれは一つの専門書であって、それが正しいかどうかっていうのは人による、だけどその方法論を膨大な情報として載せてくれているという専門書です。もうなかなかこう演奏の専門書って楽器に関してないと思うんですけれども、特にファゴットに関してはですね、ファゴットの本なんてないですけども、これは完全にリードの専門書だと思いますので、よかったらぜひ買ってみてください。ということで、明日実際に久住さんにいろいろと聞いてみたいと思いますので、この動画見てまだ日曜の10時前だったら、聞きたいことがあったらよかったらコメントを書いてみてください。ということで、エビチャンネル、このようにファゴットに中心にクラシック音楽様々なことについて話していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。それではまた。